耳から学ぶニューアース第3章エゴを乗り越えるために理解すべきこと5幻想の防衛危機物語疑いようのない事実というものは存在する。例えばあなたが光は音より速いと言い誰かが逆だと言ったらもちろんあなたの方が正しくて相手が間違っている。あなたが正しいことは、稲妻の方が雷鳴より速いことを観察するだけで確認できる。だから、あなたの方が正しいだけでなく、あなたは自分が正しいことを知っている。ここに、エゴは介入しているだろうか。可能性はあるが、必ず介入しているわけではない。あなたが真実だと知っていることを、淡々と述べるなら、エゴは介入していない。自分を同一化していないからだ。何に同一化していないのか。心、ある一つの見解にである。しかし、この同一化は、あなたの中にやすやすと入り込む。もし、あなたが、信じなさいって。私には分かっているんだから、とか。どうして、いつも、私を信じないんだね。と言うとしたら、すでにエゴが入り込んでいる。エゴは、私という簡単な言葉に隠れている。光は音より速いという言葉は依然として真実だが、それが幻想を支え、エゴに利用される。私という間違った意識に染め上げられ、個人化され、一つの見解、精神的な立場になる。誰かが私の言うことを信じないと、私が軽視され、侮辱されたと感じる。エゴは、すべてを、個人的に受け止める。そこで、防衛感情や怒りまでもが生じる。あなたは、真実を防衛しようとしているのだろうか。そうではない。いずれにしろ、真実には、防衛の必要はない。光も音も、あなたや誰かがどう考えようと感知しない。あなたは、自分自身を、いや、自分自身という幻想、心が作り出した自分の代替物を防衛しようとしている。幻想が、自らを防衛しようとしているという方がもっと正確だろう。最もシンプルで明快な事実でさえ、エゴイスティックな歪曲と幻想に影響されるなら、それよりも具体的でない見解や視点や判断、つまり、私という意識と簡単にごちゃ混ぜになる思考は、どれほどやすやすと影響されることか。どのエゴも、見解や視点を事実と混同する。さらに、出来事と、その出来事への反応を区別しない。どのエゴも、知覚の一部を選び、解釈を歪めるのに長けている。思考ではなく気づきによってのみ、事実と見解の違いを見分けることができる。気づきによってのみ、正しく見ることができる。こちらが状況で、これは状況に対して感じている怒りだと見分けられれば、違う対応が可能だと言い換えれば、違う見方や対処方法があるとわかる。気づきを通してのみ、限られた一つの見方から解放されて、状況や人の全体が見えてくる。